彼氏がデリカシーがなくて毎回イラッとします。これ、うちの彼女じゃないですよね。僕自身デリカシーがないタイプの人間なので、デリカシーがない人に、そのデリカシーのない人にね、の対処法を聞かれたとしても、多分慣れてくださいしかないんですよね。で、何が気になるかって、人それぞれの臨界点が違うんですよ。僕、一週間掃除してない部屋とか全然気にならないんですよ。うちの彼女は多分3日に1回は掃除しないと気になるみたいなのがあって、臨界点が人によるんですよね。だからそのデリカシーとやらも気になる度合いの問題だと思うので、どちらが正しいとか何が正義とかではなくて、単に気になる度合いがどうなの、臨界点、なんかもう耐えられないっていうタイミング、1週間掃除してないともうなんか汚れが耐えられないっていうのが7日間だとして、で、うちの彼女は3日ぐらいで耐えられないってなっちゃうんで、ほっとくと3日ごとに彼女は掃除を始めるんですよ。で、僕は別に3日ぐらいだったらまだ掃除しなくてよくねって思ってるんですよ。1週間なったら僕が掃除しようと思ってるから、なんで掃除しないのって言われると、掃除の必要性を感じない状態でその彼女が勝手に掃除をしてるっていう状況に陥るんですよ。人それぞれ何が気になるかっていうのは、これあくまで一般論で例であって、うちの家庭の話じゃないですよ。はい。あくまで想像上の家庭ということで、人によってその気になる度合いというのが違うので、なのでそれを直そうと思っても直らないと思うんですよね。お腹が空いてると人って怒りっぽくなるんですよ。お腹いっぱいだと人って怒れないんですよね。会食がなぜ重要なのかっていう、おじちゃんがよく会食は不要不急ではない大事なんだとか言うんですけど、物食べりながらだと人はあんまり怒らないので、円滑に話が進みやすいんですよね。夜8時9時とか飯がなくて会議とかになって、みんな腹減ってる状態で夜会議とかすると、なんか揉めたりするんですよ。しょうもないことにイライラしちゃって怒り始めちゃって話が伸びちゃうみたいなのがあるので、基本頭の悪い人と会議するときは必ず食べ物置いといた方がいいんですよ。例えばじゃあその家庭とかでもいいんですけど、奥さんとなんか揉めてますみたいな話をするときとかも、食後とか食事中にやってください。食べる前とかにやるとお腹減ってるのでめちゃめちゃ揉めたりするんですよね。なのでお腹いっぱいっていう状態で、そのちょっと嫌な話をするとかっていうので、食べ物を食べてると血液が胃の消化の方にもあるので脳の方に行かないんですよね。なので頭悪くなるっていうのもあるんですけど、感情の方にも血液回せばいいじゃねえよっていうのがあるので、処世術としてお腹いっぱいになっとけっていうのがあるんですけど、僕の知り合いの死んだ魚の目をしてる性格の悪いデブのおっさんっていうのがあるんですけど、あの人最近飲み物としてメープルシロップのお湯割りとか飲んでるんですけど、で、大体あの人なんか口に入れてるんですよ。基本的に彼、何か口に入れてずっと24時間四六時中何かを消化してるので、本当に頭回んないんですよね。人間って 80% ぐらいのそのカロリーは脳で使うって言われてるんですけど、多分彼の場合って食べ物を消化するためにカロリーを使ってて、食べてカロリーを入れて、そのカロリーで食べ物を消化するっていうのでぐるぐる回ってて、多分脳の方に血液ほとんど行ってないんじゃないかなと思うんですけどね。はい。煽り体制が低いです。煽り体制を上げるために必要なことを教えてほしいです。よく寝る、多分短期なんだと思うんですよね。あと、お腹いっぱいになる。人ってお腹減ってる時って短期になるんですよ。なので、お腹いっぱいにしてよく寝るっていうのをやってると、結構どうでもよくなるんですよ。いろんなことが。職場や家庭でちょっとした口論になった時に相手が謝ってもその後にさらっと許せない自分にイライラしています。その時どのようにすれば心落ち着きますか？息止めてください。1分ぐらい1分ぐらい息止めると、感情的な問題とかってとりあえず完全に忘れられるんですよ。もし忘れられないんだったら2分止めてみてください。人間の脳って結構よくできてて、酸素なくなると人間の生命活動以外のことは後回しになるんですよ。で、1回リセットされると怒りって次に上がるのが結構コストかかるんですよ。なので息止めてリセットした状態になって怒りのゲージが下がると、息吸って普通の状態になってもさっきまでの怒りのところまで上がらないので、ちょっと楽になると思います。先輩にお前は経験が足りん、若いなと言われ腹が立ちます。対処方法を教えてください。対処方法はそんなもので腹が立つ自分が悪い。いろんなことを言ってくる人って世の中にいっぱいいるんですよ。経験が足りないのそうだし、頭が悪いとかでも、じゃあ不細工であるとか、性格が悪いとか、死んだ魚の目をしてるとか、世の中生きてるといろんなこと言われると思うんですよ。で、それにいちいち腹を立ててたらキリがないと思うんですよね。あ、こういうことを言う人がいるんだっていう事実は事実として受け止めて、あ、こういう風に考える人なんだねとか、こういうことをその他人に言うタイプの人なんだねっていうので、なんだろうな、自分がバカにされるということが自分の価値を下げるという風に思わなくて、あ、この人はこういうことを言う人なんだねっていう事実と、自分の価値は別であるっていう風に認識した方がいいんじゃないかなと思います。
いくら怒っても得することないよっていう。怒って得することって多分人生でほぼないんですよね。怒らない方がいいよねっていうのと、あと怒った時に自分のコントロールができるようにしといた方が大人って得だよね。神さんの機嫌を取る秘訣は、まあ、そんなものがあったら哲学者は生まれてないですよ。自分の機嫌は自分で取る、人に取ってもらおうとしないっていうのが、最近僕そのアフリカのことわざをちょこちょこ使ってたんですけど、このことわざはミヤゾンさんです。機嫌悪いのをお金を払って買い物をするとか、八つ当たりをするとか、自分自身でコントロールできない人って結構多いんですよ。人生って長いので、機嫌を自分で取れるようになった方が絶対楽なんですよね。友達とかじゃパートナーとかで、なんか嫌なことがあったら、それをぶつけてくるパートナーとか友達とかって嫌じゃないですか。嫌なことあったとしても、自分でコントロールできる人の方が、やっぱり友達も増えるし、パートナーにもしやすいと思うので、自分の機嫌自分で取るって結構大事なことなんですけど、あんまりなんかそれが重視されてないですよね。例えばじゃあ結婚相手に求めるものとかね、なんか性格優しいとか、年収が高いとか、イケメンであるとか、なんかいろいろな要素があるんですけど、その自分で自分の機嫌を取れるやつって、パートナーとして暮らすにとってはかなり重要なことなんですけど、それがあんまり評価されてないからやらなくてもいいっていう風な考えもあるかもしれないですけど、自分の機嫌自分で取れた方が人生楽だし、周りにも迷惑かけないでいいんじゃないでしょうかって話です。はい。